スさんですね、今回なんですけれども、先日ですね、視聴者に対して、新生活に必要なものをプレゼントしてくださいってお願いしたところ、こんなに多くのプレゼントをしていただきまして、今回ですね、これらのプレゼントを開封していきたいと、おいえー本当にね、マジで助かります。本当にありがとうございました。計30キロ以上になるかと思うんですけれども、すべて開封していきたいと思います。はい、まずはこちらから開封していきたいと思います。なんともう先端がすでに出てて、ちょっとネタバレしてるんですけど、果たして何が入っているんでしょうか。早速開封していきましょう。はい、まず最初のプレゼントはこちら。ブーカラーコーン。イエーイ。まあ、新居にカラーコーンを送りつけるというね、ある種の伝統芸能として知られているところなので、ありがたくてもらっておきたいと思います。どんどんやっていきましょう。次のプレゼントはこちらですね。早速開けていきたいと思います。何が入っているんでしょうか。なにこれ、なんかタオルとか入ってましたね。めっちゃ嬉しいんですけど、本当にありがたいです。そしてなんでしょうこれは。見てください、ピカチュウの加湿器をいただきました。すごい可愛いですね。あとはたくさん手紙とか入ってましたね。あとなんかね、たくさんの入力剤いただきました。サブちゃんとかでこれ使って風呂配信していきたいと、あばげー。次のプレゼントはこちらですね。うわかっこよ、かっこよくないですか。こちらですね、ブレスルクッキング開始していきたいと思います。いろんな料理をさばいていく。はい、次はこちらですね。おっくんさんと使ってくださいということでした。ありがとうございます。大量のトイレットペーパーをいただきました。ありがとうございました。まな板も買っていただきました。本当本当にありがとうございます。自転車用のカニも大量にいただきました。ありがとうございます。おすになんと4つも入ってました。トイレの方向灯も買っていただきました。ありがとうございました。次はカゴメトマトジュースですね。これトマトジュースマジで大好きで、1日1杯飲まれてやってられないんですけど、この 1,2 週間飲めてなかったんでね、本当にありがとうございます。毎日飲んでいきたいと思います。あとはコシヒカリですね。めちゃくちゃありがたいです。本当にありがとうございます。はい、というわけでやっと1箱目が終了しました。フライパンも買っていただきました。ありがとうございます。カンでも買ってもらいました。本当に必需品です。ありがとうございます。はい、そしてスパネッティセットですね。これでシェフの三つ星パスタ作っていきたいと思います。はい、そして次は炊飯器ですね。今までコンビニおにぎりしか食ってなかったんで、本当に値が高くついてたんですけど、これで自炊して節約できます。本当にありがとうございます。はい、そして次はこちらですね。洗濯機ですね。マジでありがとうございます。今日までここ1週間ぐらいね、1回も服を洗濯できなかったんで、本当に今日からまで洗濯機回していくって本当にありがとうございます。本当に僕のためだからこんなに見舞いもするものを買っていただきまして、本当にありがとうございます。マジで大切に使わせていただきます。はい、そして次はテーブルですね。今まで段ボールをテーブル側に使ってたんで、本当にこれでマジで助かります。飯がうまく食えます。はい、というわけで最後の箱なんですけれども、これマジでエグいです。まずエグいのがこちらのお水なんですけれども、計10本ぐらいいただきました、ね、基本的に水しか飲まないんで、これで当分の間コンビニ行く必要なくなりました。ほっ本当にありがとうございます。次はこちらですね。こういうのも本当に助かります。これから夏場で本当にね、汗めっちゃかくんで、本当に助かります。ありがとうございます。次は鼻セレブですね。こちらも贅沢品ですね。本当に安物のティッシュ箱でいいんですけれども、本当に助かります。ありがとうございます。そしてまたしても贅沢品、リポビタン D ですね。動画撮影すると本当に疲れるんでね、こういうの飲んでね、体力チャージしていきたいと思います。本当にありがとうございます。はい、またしても贅沢品ですね。本当に疲れた時にね、飲ませていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、そしてこちら、電子レンジです。本当に必需品です。こんな効果は本当にね、本当は僕のために本当にもう、本当に本当にありがとうございます。マジで大切に使わせていただきたいと思います。やば、重い。